サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ。せーの、カサニマロ。ブンブンハロ YouTube。はい、どうも、カサニマロ理系担当弁当です。ということで、5月病、ね。皆さん5月病に苦しんでいるでしょうということで、ゴールデンウィーク明けました。5月病にね、罹患してます、皆さん。はい、残念でした。はい。ちょっとね、僕もね、もう疲れちまいまして、まあ5月病かな、僕も5月病かもしれんね。オフ会結構楽しかったんですけど、そこからまあロスじゃないですけどね、なんか疲労がこうなんか溜まっちゃってですね、はい、車中泊2日連続しちゃったんですよ。それでなんか疲れが蓄積してしまって、まあ、なんかいろいろね、なんか疲れが取れる漢方だったり、乳酸菌ガブガブ飲んだりですね、体のメンテナンスは気を使ってるんですけど、なんかそれでもやっぱね、5月病っていうものがその努力を貫通してくるんで、まあ、5月病って多分、5月病はね、あると思うんですね。はい。スタップ細胞はありますみたいな感じで、5月病はありますっていう、その趣旨です。今日の動画もそれだけを喋る内容になってるんですけど、まあ、なんでこの動画撮ろうと思ったかっていうと、まあ、これはコメント欄で、大学生向け、まあ、結構最近高校生向けコンテンツ出してってるんですけど、大学1年生が、そう、5月っていうのが、今までコロナで被ってたから、あんまり、なんやろな、活発的に、活動してなかったというので、あんま5月病を経験したことがないぞ、みたいな。そう。で、大学1年生になった矢先、ホームシックとか、まあ、新しい環境とかそういうのがあって、5月病になっちゃいましたよ、みたいな人がね、結構っていうか、まあ、一人ね、いたんで、まあ、一人いるってことは、まあ、いっぱいいるんだろうな、みたいな。うん。家にゴキブリが1匹おったら100匹おる、みたいなね。うん。ごめんなさい。ゴキブリとか言って、今のカットにお願いします。すいません。はい。まあ、今のね、比喩は本当に良くないんですけど、5月病。まあ、これ、何かっていうと、まあ、いろいろあるんですけど、一番大きい、症状は、無気力、うつかなっていうふうに思うんですよね。うん。まあ、両方とも、まあ、似てはいます。うん。で、まず無気力っていうのは、スチューデントアパシーってなんていう風に言われていて、スチューデントアパシーですね。なんか、学生があんまり、自分の勉強とかに集中できないみたいな、授業休んじゃうみたいなのが、無気力症候群とか、スチューデントアパシーっていう風に言われるやつなんですけど、これね、結構ありがちです。はい。これは、誰でもあることなので、なんかね、これ、そうね、サボっちゃうんだよね、とか、最近学校行けないんだよね、みたいな。うん。自分ダメなんだよね、って思う人がいるんだとしたら、それは違うよって言いたいな。スチューデントアパシーっていう、ただの症状が出てるだけなので、うん。なんで、こういう、うつとか無気力っていう感情が生じるかっていうメカニズムをした方がいい。うん。これね、あなたは悪くないですよ。大前提ね。無気力とか鬱っていうのはあなたは悪くないです。あなたは悪くない。で、もっと言っちゃうと、なんだろうな。ごめんね、僕もちょっと今頭は回ってないっていうか、さっきまでずっと会議してて、頭完全疲弊してる状態で撮ってるんでね。あんまり頭回ってないんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、こういうのになった時に自分無気力だとか鬱だとか思わないじゃないですか。あ、自分サボってるなっていう感覚に陥りますよね。うん。でもね、みんなにいいことを教えてあげる。世の中にサボってるみたいなのはないんですよ。うん。サボってるなんて言葉ないのね。うん、わかるか？サボってるっていうのはないんです。で、何があるかっていうと、そこには無気力とか鬱とかいうことがはらんでるだけなんですよ。そう、サボってるなっていうのは、これいいですか、今から言う言葉で皆さんの人生がこれからも本当に生きやすくなりますからね。サボってるなは、これ例外なく錯覚な、あ、錯覚、もう大事なところやろがい。 S って書いて、こことここが角度一緒じゃないよ。錯覚なんです。はい、錯覚なんです。だから脳って都合のいいように解釈したがるんですよ。そう、分かりやすい理由をつけて自分の何かしらの現象に理由をつけようとするんですね。はい。で、この無気力とか鬱とかで学校行けないとか、なんか嫌な気持ちになっちゃうとか、友達とうまく喋れない、これ結構僕大学1年生の5月6月7月ぐらいかな、
友達と喋れなくなる時期があったんですよ。うん、なんか4月5月はなんか普通に喋れるんだけど、なんか何やろ、脳の Wi-Fi が遅いみたいな、わかるこれ、なんかわかる人にはわかるんだけど、脳の Wi-Fi が遅いっていう感覚に陥って、これカメラ汚くね、なんか変わんねえな、うん、あ汚くなったな、ちょっと待ってよ、はいあ綺麗になった、脳の Wi-Fi が遅いみたいな感覚に陥って、なんか喋れない時があった。で自分なんかコミュ力低いなとか、コミュ力に波があるなとか、自分が悪いんかなっていう風な、その自己嫌悪に陥ることがあった。で、五月病ってそういうことやと思うよ。これ無気力とか打つ、まあ、これが主な症状ね。ただこれら以外にもう全体外して言えることっていうのは、自己嫌悪に陥るようなことが起きてしまうんですよ。自己嫌悪に陥るようなことが、起きてしまう。で、それなんでかっていうと、そのパフォーマンスが落ちるからなんですよ。なんでパフォーマンスが落ちるかという時に、知っておいてほしいことがあって、うん、そう、この無気力とか鬱っていう風なのはセロトニンが足りない。脳の信号ってどういう風に伝わってるかっていうと、神経細胞ってのがあってね、これバー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 って神経細胞ってのはこれひどい絵ですけど、神経細胞ってのがあって、でこの神経細胞が集まって脳になってるんですよ。これ大前提ね。でただこの神経細胞ってこういう風に何本かに分かれてるんで、その神経細胞内は電気でいけるんよ。で電気信号で通るんですよ。電線みたいなもんやから。そう、なんだろうな、この神経細胞なんて電線なんですよ。その辺ね、電柱と電柱の間ってなんて繋がってる、まあ、電線みたいなもんなんですけど、こことここの間がねこう離れてるでしょ。で離れてるところっていうのは、そのネットで言うとなんか Wi-Fi みたいな、 Wi-Fi とか Bluetooth とか赤外線みたいな通しぶっ放して信号っていうのを伝えてやらないといけないと。でこの生物界隈ではこのシナプスとシナプスの間を化学信号っていうので伝達するんですよ。いいですね、化学信号。化学信号って何かっていうと、で粒です、言っちゃえば。なんかアミノ酸からちょっと形が変化した、アミノ酸ってタンパク質、鶏肉とか豚肉とかを食べて消化したやつがアミノ酸、アルファアミノ酸とかっていう風に言われたやつで、そのアルファアミノ酸っていうのが脳に行きます。で脳でアルファアミノ酸っていうのがちょっと、形を変えて、まあ、セロトニンとかドーパミンっていう風なものになりますと。でそのセロトニンとかドーパミンみたいなのがなくなっていくと、ここの信号伝達が行われなくなるんで、そのやる気出すぞ、頑張るぞ、勉強頑張るぞっていうその頑張るぞホルモンが伝達しないから、頑張れなくなるわけです。で自己嫌悪に陥る。でしかも悲しいことにね、この化学信号っていうのは幸福も司さってるんですよ。そうだからなんかセロトニンなんかと特になんだけど、不安になれだよっていう感じで、不安にならないためのホルモンをこうやってバーって出してるのよ。でこの不安にならないようにねっていうホルモンがこう減るじゃないですか。例えば栄養がなんか不足してるとかね。なんか大学生とかなんか食費をケチっちゃうんですけど、食費ケチっちゃうとそういうことになるよ。うん。パンしか食べないとか僕やってたんですよ。パンしか食べない。まあ赤、黄、緑があれば大丈夫だろうと思って、パン、ミニトマト、卵みたいな生活をしてたら、まあここで無気力みたいな感じになっちゃったんだね。そう。そこから結構食について勉強をして、チーズとか、鶏肉とかね、積極的に取るようにしたり、まあちょっともう作る元気がない時はもう外食しようと、もうちょっと奮発してねっていう風には思ってたんですけど、そう、不安になるなよっていうホルモンが減っちゃうから、それは不安になるし、そういうのって鬱にもつながるんですよ。鬱とか悲しみにもつながっちゃうからなるよねっていう、当たり前じゃん。そう、だからね、あなたは悪くないんです。サボってるなっていうのはこういう脳内の神経伝達物質が減ってるっていうサインなだけなので、これはねもう錯覚なんですよ。サボってるなってのは錯覚全部。あなたは悪くないです。あなたは悪くないイコールサボってるな、サボってるなイコール錯覚。うん、三段論法やこんなんね。うん、錯覚なんだからあなたは悪くないですね。サボってるなっていう風に言われたら錯覚なんです。だからサボってるなっていうのはあなたは悪くないですよ。うん。まあ、あともう一つ言うと、飽きたっていう感じあるじゃないですか。飽きた。これね、なんだと思いますか皆さんね。これはさっきのサボってるは錯覚でしたけど、秋田はこれも錯覚なんですよ。錯覚なんですけど、これは脳疲労のサインなんですね。脳疲労、そう、こいつの話飽きたなみたいな時って脳疲労が起きてるんですよ。うん、でもちろんなんかその脳疲労が起きてても楽しいことがあった場合、マスキングっていうマスクですね、
マスキングっていう現象が起きて、あの飽きたという感情が隠されてたりするんですけど、それ隠されてるだけなんで、実際は飽きてるんです。うん、だからね、飽きたっていう風に言ってる時はね、脳疲労起きてるからね。ちょっとね、5分か10分ぐらい目つぶって休めた方がいいよ、体をね。うん、で、まあ、っていうので、あなたは悪くないです。で、何をしてほしいかっていうと、食事でいう赤ですね。赤の食材をいっぱい取り入れてほしいです。で、チーズとか大豆とかっていう風なのには、トリプトファンとか、チロシンっていう風な、幸せホルモンとかやる気出るようホルモン、まあ、セロトニンとかドーパミンってやつですね。そういったものが豊富に含まれてるんで、そういうのを食べるだけで全然変わってきます。うん。チーズとかはもう、でっかい袋で買えば、あんまり高くないしね。で、豆腐なんてめっちゃ安いからね。豆腐、もう本当にお金ない、もうどうしようもないみたいな、もう豆腐食っとけばいいから。うん。米食うんだったら豆腐食っといた方がいいんで。うん。っていう感じで赤の食材を食べてみてください。そうするだけでだいぶ変わってくると思います。で、睡眠時間ですね。睡眠。ぜひとも、整えてください。寝る時間と起きる時間をね、整えましょうと。で、まあ、やり方あるんですけど、カーテン開けて寝てください。カーテン開けて寝たら、朝光が差してきて、ちょっと起きやすくなります。ちょっとだけだ。ちょっとだけ起きやすくなる。20-30% 起きやすくなるから、それで睡眠リズム整えようってと。うん。あと、太陽の光を取り入れることによって、その時差ボケね。人間って25時間リズムで動いちゃってるんです。で、本当は24時間リズムなんだけど、その現代社会が電気まみれだから25時間リズムで回っちゃってるんですよ。そう、体がバグっちゃって。みんなそう。みんな25時間リズムで体がバグっちゃって回ってるんで、大体もうほったらかしてたら1時間ずつ伸びてくるんです。だから、しっかり太陽の光を浴びて、ね、やってくださいと。うん。で、気圧、これチェックしましょうね。こういう、まあ、無気力とか、うつとかっていう風になりやすい人は結構敏感なんですよ。その自律神経系とかが。で、まあ僕もそうなんですね。気圧めっちゃ弱いん。もう、気圧が低くなったら体調も悪くなる、頭も痛くなる。で、やる気も出なくて、自律神経が悪い、お腹も壊すみたいな、まあそんな感じなんですけど、気圧の、変化を、無効化する漢方があって、五苓散って言うんですけど、うん、あんまりね、なんかこういうなんか医学的なことを、適当な人がこうやって発信するの、YouTube の規約的には良くないんですけど、まあ、いいことやから言わせてや。うん。気圧の変化を無効化する五苓散っていうね、まあちょっと書かないです、一応。五苓散っていう、サプリメントがある、サプリメントじゃないと漢方があるんで、そういうのをまあ心療内科とかで処方してもらったり、多分内科とかでも処方してもらえると思うけどね、気圧でちょっと体調悪いですね、みたいな。五苓散っていうやつがいいらしいんですけど、処方してもらえませんかっていうふうに言ったら多分処方してもらえると思うけどね。うん。か、まあ普通に薬局に行ってももらえるだろうし。まあでもせっかくね、保険料払ってるんだったら3割で行きましょうよ。ね、ドラッグストアだと10割払わなきゃいかんから。病院やったら3割でいいんで。病院で五苓散っていうのもらってやってください。はい。あと、ま、気圧の低、なんか、上がり下がりとか、しっかり把握しておいた方がいいですよ。自分も、最近ちょっと怠ってますけど、ズツールっていうアプリで、気圧が上がってるか下がってるか、みたいなのをね、把握して、そうね、なんか、ああ、今から調子悪くなるかな、とか、そういうのを把握しながら生きてってるんで、多分そうすると、なんか、あ、自分のせいじゃないんだな、っていう。睡眠のリズムが足りてない、なんかおかしいから、なんか自律神経がおかしくなったり、うん、自律神経、副交感神経、交感神経系っていうのがおかしくなったり、その、シナプスとシナプスの間の、神経伝達物質の働きが悪くなったりするんだなっていう。そう、これらっていうのは全部、自分のせいでないよって。原因ってのは外にあるんだよって、外にあるっていうふうに認知を変える、化けさせる、外在化っていうふうに言われます。で、ぜひとも、こうなんか、無気力とか鬱みたいなことになりそうになった時には、外在化っていうのをやってください。受験生にも結構言いたいんだけど、こういうのって。受験です、のストレスでなんか自分ダメだ、もう頭悪いとかって思うじゃん。でも、そういうことではなくて、ぶっちゃけ頭の良さなんて、遺伝で半分決まってるし、うん、小中の勉強習慣で、そのまた半分が決まってる。努力でどうにかなる部分だって 25% そんなもん。で、ってなった時に、自分なんてバカなんだっていうふうに思うよりは、例えば、勉強のしすぎて、で、なんか自律神経がバグってたり、勉強をバーってしすぎたことによって、その神経伝達物質を使い切ってしまったゆえに、不安とか悲しみとかに陥りやすくなるっていう。そういう感情のメカニズムとか、打つ無気力のメカニズムとかね、
サボってるなとか、学校行けないなとか、学校サボっちゃう、レポートの提出遅れちゃう、他になんかあるかな、ご飯が食べられない、朝起きられない、俺なんてダメなんだ、なんかダブルブッキングしちゃった、バイトをすっぽかした、バイトをバグれてしまったみたいな、ある、そんなもん、あるんだよ、まあ人間あるんです。だからそういう時に自分が悪いんだっていう風に思ったらもうキリねえからな。外在化覚えておいてください。前は天才天才天才カリスマ無敵無敵無敵解けない問題なんてないさ令和のガキでおった君は世界を良くする使命を持って地球にやってきたお前は天才天才天才カリスマ無敵無敵無敵解けない問題なんてないさ令和のガキで